皆さんこんにちは。今回何かしてね、言及させていただきたいかというと、先日というか4ヶ月ぐらい前かな、まあ、伝えさせていただいたことなんだけど、タイ政府観光庁の、キャンペーンということでね、また行きたい、キャンペーン、これに関して応募させていただいて、当選させていただいたってことをね、お伝えさせていただいてきました。その中で、まあ、ホテルが選ばさせていただいてね、希望商品を選ばないといけないということで、選んだのがホテルだったんだけど、高級ホテルが当たるかと思ったら、残念ながらね、ボルドーフとかありましたからね、ヒルトンとかね。と思ったら残念ながらマスクになっちゃってね、マスク。非常に残念だったんだけど、でもね、まあ、考えによってはすごく良かったですね。ということで、この限定品のマスクが届きました。良くないですか、これ。タイ政府観光庁ということで、ここのところにね、アメージングタイランツということで書いてます。だからその意味ではね、まあ非常に良かったな、これはこれでいいなと感じがします。逆にこれ限定品ですからね、柄もいいですよね。結構気に入りましたよ。これからちょっと愛用させていただこうかなと思ってます。こういうすっぽり覆って柄も良くて、で割と通気性もいいのかな。ここもしっかりね、20か30になってるんですよ、中がね。だからここのところも割と通さないが、そんなに息がしづらくもないし、みたいな感じですね。ここのところにあるんですよ。これなかなか結構高級品ですわ。なかなか気に入りました。ということで、これからこのタイのね、政府観光庁からいただきましたマスクをね、愛用させていただきたいと思ってます。まあ来年はね、タイに行くってことをお伝えさせていただきましたけど、タイに関しては、1ヶ月は咲いています。その中で、タイのバンコクだけじゃなくて、パタヤ、ホーヒン、チェンマイね、サムイ、クラビ、プーケット、他にもチェンライ、まあ、いろんなところに訪れさせていただいて、各地の情報をね、皆さんに提供していきたいと思ってます。1ヶ月だけじゃ足りないと思う。1回ここ出てまた戻ってきてって感じでしようと思ってるので、これに関してはね、いろいろタイの政府に、観光庁とかね、いろんなところとやり取りしてね、状況を確認していこうと思ってます。ということで、タイに関してはね、10年ぐらい前からタイのバンコク駐在してる時からね、タイの動画アップしてる身です。なので、まあ、ほぼ自分がこのタイの動画に関しては元祖みたいな感じですね。顔出ししてアップしていなかったんでね。なので、その中でもね、自分自身はこれからもタイの動画に関してはどんどんアップしていこうと思ってますので、楽しみにしていただければと思います。ということで、このマスクね、よくないですか？なかなか限定品です。気に入りました。